京都産が FC 石光陽介。限界感じてたんで、相手が強くなるとここまでやれると正直思わなかったですね。プロ11年目を迎えた右サイドの仕事人、石光陽介のルーツ。まあプロ選手になりたいっていうのは常に思ってたんですけど、やっぱ現実を見れば、ちょっと中学校とかでもめっちゃ上手い人がいっぱいおったし、高校行っても上手い人おったし、別に俺その強い高校行ってたわけでもないし、中学校から高校になるときに、まあ、サッカーやめようと思ってたんですよ。無理やし、まあ、先生が必死にお前はサッカーやった方がいいっていうの で探してきてくれて。中学時代諦めかけたプロへの道、もう一度自分を奮い立たせ高校大学へ進んだ。そんな時だった。大学3年までフォワードやってて、いやそろそろきついなと思った時に、あの元日本代表監督の鴨志田さんが、あの僕の大学の総監督になられて、ほんで初めての練習行ったらもうポジション変わってたんですよ。お前右なみたいな感じで。総監督から告げられた言葉、生き抜くための新たな場所。限界を感じていた自分に戸惑いはなかった。とりあえずやってみようっていう感じで、でもこっちの方が合ってるんじゃないかっていうのをその鴨さんが言ってくれた。でそこからあのクロスのボールの蹴り方とかボールの置きどころとかそういうのを教わりました。あの時あの人と、一人では前に進むことはできなかった。サッカーを続けてきたからこそ今がある。石光陽介が伝えたいこと、まあ、やっぱり諦めないことが一番大事だと思うし、まあ、でも何事も楽しんで、まあ、遊びにしても、まあ、サッカーにしても楽しむことが僕は大事だと思います、ね。はい、次回のフットニスタはガンバ大阪米倉浩輝のルーツに迫る。